りんのボーリングチャンネル。皆さんお疲れ様です。崎山りんです。本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、お仕事動画ということで、時間給と成果給、こちらの2つの違いについて今日お話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行ってみよう。ちょっとね、さっきパン屋さんで買ったきなこパンを食べてたので、なんかこの辺にね、なんかついてたらごめんなさい。はい、では、本題の方に移りたいと思います。今回のね、テーマであるその時間給と成果給なんですけど、この働き方以外に実はもう一つ運用っていうものもあるんですけど、これは自分で稼ぐものではなくて、お金に働いてもらうもの、お金がお金を稼ぐものっていうジャンルなので、今回はこちらに関してはね、除外させていただきます。そもそもね、時間給とは何かっていうと、会社のその働き方に対応する働き方、ちょっと硬いんだけど、となっていて、一方でね、その成果給っていうのは、今後そのビジネスとかでね、その起業とか副業を通して自分の力で仕事をしていくっていう、働き方と言われています。違い何かって言いますと、先に時間給で言えば、その自分の時間を切り売りしてそのお金をいただくっていうことなんですけども、大体そうですね、その会社員の方はこちらに該当するかと思います。あとはね、そのアルバイトとかパートとか契約社員、派遣社員、全てこちらに該当いたします。アルバイトの方が分かりやすいけど、実際ね、会社員もこちらに該当するんですよね。分かりやすく言うと、先月仕事でね、2倍成果を出したので、社長、今月の給料は2倍にしてくださいよって言えないですよね。なるんだったら、それはもう立派な成果給なんですけども、ほとんどの方は時間給かなと思います。そうね、その時間給の働き方であれば、その自分の成果関係なしに、自分が働いた時間で収入が決まってくるわけですよ。なので、そのいくらね、頑張っても2倍3倍にはならないのかなと思います。今日はね、お昼で自分の仕事が終わったから、お昼過ぎだけど先に帰りますねなんてこと言えないですよね。言えるんだったらそれは正確ですけど、普通は言えないので、その場合は時間給になるかなと思います。これはもう明らかな時間給としての働き方だからなんですよね。フレックスタイムがある会社であれば、多少優遇は効くかもしれないんですけど、基本的にね、その時間給で働く方たちっていうのは、その就業規則でその何時から何時までの間はこの就業時間ですよって大体決まっていて、そこに対して基本いくらって決まってると思うんですね。なのでね、その自分の仕事の成果がどんなに良くても、お給料がその2倍とか3倍にはならないんですよね。時間給のその特徴の一つなんだけども、その時間給っていうのは、その自分の時間とその自分のお金のそのバランスが取りづらいとも言われています。きっとね、その会社員ほとんどの皆さんは、週5働いてね、その残りの2日休むっていうのは、基本的なルールかとは思うんですけども、それって人によってはその自由に決められないじゃないですか。給料はそのままで、週5じゃなくて週3勤務とはいかないとは思うんですね。例えば契約社員の方であれば、働く時間を削ってしまうと、自分の今度は収入まで削られてしまいますよね。逆にね、その収入を増やそうと思うと、今度は働く時間を増やさないといけないと思うんですよ。ということで、その時間とね、お金が連動してくるのがその時間給の特徴となっております。続きまして成果給についてなんですけども、成果給っていうのはもう文字通りその成果に応じた報酬がもらえる働き方となっておりまして、例えばね、その月に50万稼ぐぞと考えた時に、30日とかね、その、1ヶ月ですよ、かけて稼ぐのもいいけど、もうちょっと効率を上げて30日ではなくて20日間で50万円稼ごうとか、もっともっと効率上げて10日5日間で50万稼ぐのもありなんですね。もっと極端な話、1時間とか1分でもいいですよね。なんか1時間とか1分で50万稼ぐって考えると、かなり怪しいですよね。うん、めっちゃ怪しいと思う。でもそれはきっとね、その時間給としての働き方がもう自分の中に染みついちゃってるからなんですよ。なのでね、その1分で本当に素晴らしい価値を生み出しているのであれば、それはいただいてもいい報酬なんですよね。ただね、そこにはやっぱりノウハウだったり、そのスキルの差っていうのは必ず出てきます。ということで、その時間とね、お金が連動してくるのがその時間給の特徴となっております。1ヶ月30日間あるとして、その1日目でね、その50万円稼いだとします。そしたら残りの29日間はもう全然遊んでも OK っていうのがその成果給のいいところではあるんですよ。例えばね、その1日で50万円稼ぐ力が自分にあるとすると、月のこの月収がね50万円でいいよっていうのであれば、残りの29日間はもう自由に過ごしていいわけですよ。29日間あったら何しますか？私だったら、そうだね、今まだちょっとコロナが流行ってるのであれなんですけど、海外旅行とか国内旅行も行きたいですし、何するかな。勉強したいことに専念したりとか、あとボウリングを練習したり、もうどんどん好きなことをやっちゃうと思います。それで例えばその月の月収50万円じゃちょっと物足りないな、月100万稼ごうって思って、1日50万円稼げる人がその2日間かけて100万円を稼いだとしても、その残りのね28日間は自由に行動できるわけですよ。これがね、成果給の働き方なんです。今のはね、本当に誰でも分かりやすいようにちょっと例えて話してみたんですけど、これがね、1日3、4時間とかでもいいわけですよ。例えばその1日3時間ちゃんと働いて、残りの21時間は自分の好きなことをするとかね。なんだろう、そういう自分のその生活のね、ライフスタイルに合わせて、その時間とお金をうまくバランスよく取っていけるっていうのが成果給の特徴となっております。そんな感じで、その自分のねこのライフスタイルに合わせて、自分の時間とかそのお金のバランスを取りやすいっていうのが成果給の働き方とも言われています。今ね、ざっくり時間給とその成果給の違い、特徴について、簡単にお話ししてみたんですけど、どっちがいいですかね。私は断然成果給がいいですね。実際ね、私はそのビジネスのその成果給の世界を知る前はですね、私は絶対成功しないだろうなとか、稼げないだろうなって思ってはいたんですけど、意外とチャレンジしてみる価値は全然あると思います。そうだね、私の実体験として、例えばね、その私過去に英語がすごく好きで、一時期その学生時代にひたすら勉強したことがあったんですけど、語学っていうのは何だろう、その単語とかね、文法とかライティングとかもね、全部頑張ってスキルをマスターするのに結構かなりの時間がかかる割には、リターンってかなり少ないと思うんですよ。全然語学が悪いとかそんなんじゃなくて。時間面だけで言うとっていう話ではあるんですけど、それに対してね、ビジネスっていうのは覚えるのはめっちゃ少ないんですよ。本当に最小限でいいです。むしろ覚える必要ないかなとは思います。いろいろ挑戦してみて、自分の中で体感したり実感して考えることが出てくると思うので、それを学びとか改善点としてね、次に次に生かすのがビジネスだと私は思っています。ここすごく重要なんですけど、頑張り次第でその自分がね欲しいと思ってるお金だったりとか、必要と思っているその時間は必ず得られるんですよ。で、私はそれを勉強して学んで実践してね、それって自分の人生においてかなり報われるなって私はすごく感じたんですよ。過去にね、私はその銀行員時代代にめちゃめちゃすごい営業のエース的存在な先輩がいて、私はその人にすっごく憧れていたんですけど、その先輩の給料が高かったのかって言われると、ボーナスとかでね、まあちょっとした優遇はあったかもしれないんですけど、なんか他のその行員さんのね、そのお給料の2倍3倍をもらっていたってわけではなかったんですよ。まあ、その一方でね、その出世しているからとか、その勤続年数が長いからっていう理由で、なかなかこの部下の意見聞いてくれないとか、もう全然動いてくれない上司の給料の方が高かったりとかね、まあ、そんなこともたくさんあったんですよ。もう今だから言えますけど、あの時はめっちゃ悔しかったですね。だからまあそういうその立場だったりとか、そのまあ実際現実とかをね、まあ、その会社の中でね、いろいろ見てきたので、正直かなり悔しかったですね。まあ、そういう経験もね、学びとして今はもう受け止めてはいるんですけども、まあ、私にとってはその頑張った人が報われるその仕組みをね、成果給だと思っています。まあ、基本的にね、その素直にも頑張っていきたいっていう方だったりとか、その会社に対する不満が自分は結構大きいなって思う方は、私は絶対成果給がいいと思っています。じゃあその成果給の方でね、働くにはどうしたらいいんですかっていう、まあ、質問に関しましては、こちらの YouTube チャンネルの方でね、まあ、ボーリング動画ももちろんなんですけども、そのビジネスに関するお話もゆっくり発信していきたいと思っておりますので、まだチャンネル登録まだの方はチャンネル登録のボタンを押していただいて、この動画良かったなって方はグッドボタンもお願いいたします。はい、あと、まあ、直接私とね、そのお仕事に関するそのお悩みだったりとか、ご相談とか、そのリクエストなどがありましたら、他の SNS であるその Twitter だったりとか Instagram とか、あとは公式 LINE もやってますし、セミナー講師としても活動してますので、どれか好きな方に遊びに来てください。ということでね、今回の動画はこの辺にしたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。